48タイムズさんの家族がメンバーをプロデュースしちゃいましたっていう記事が先ほど公開されてました。皆さん見てくれましたか？なんかハートがなんか変わった？ハートありがとう。なんかハートがぽよぽよって出てるすごい変わったのかな。かわいい、ありがとうございます。あ、新しいギフトなの？なんかすごいハートが浮いてるよ、ありがとう。はい、ぜひ。お、なにこれなにこれかっこいい、かわいい、かっこいい、ありがとうございます。なんかハートがすごいかわいいし、かわっこいい、かわいいってありがとううん。おお、また来た、新しいのかわいい、スクショしたいけど今かわいい口の真ん中に来たよ。なんかリズムゲームみたい、これ食べるやつ。これってさ、私が見えてるのとみんなが見えてるの一緒だよね誰もありがとう、嬉しい、かわいい。はい、なんで48タイムズさんぜひ見てください。NGT からは私とカイリとユウですね、多分。はい、なのであのね、すごくすごくすごく自信がある。どうだった、みんな？私だいぶハードル上げたじゃん。ゲストありがとう、見てくれた？どうだっただいぶハードル上げたんだけど、ちゃんとそれに期待に応えられてた、あれどうだった？ちょっと感想を聞きたい、見た人うん。おお、すごい、お母さんが褒められてる。後で言っときますね、褒められてたよって。そうね、まだ見てない人もいるからね、ちょっとネタバレになるようなのは罰でまだ、うん、そうそう。で、言える範囲の感想をお願い聞きたいそれかね、あのメールの返信でもいいので、うん、そうそう。ママはママはななみに似てるの？あ、似てる。でも私は全然似てると思わないんだけど、でもよく言われます、うん、似てるねって。なんか初めて会った人とか似てるって言われる。だから似てるのか。なんか小さい頃はそんなことなかったけど、大人になってからよく似てるねって言われるようになった。今日からナナミールのモバメお試しだけど、ちょっと、お、ありがとうございます。じゃあいっぱい送っちゃうわ嬉しいですね。うん、ね、そうなのよ、似てるって、まあ言われますね、よく。私はあんま思わないけど、でも言われるので似てるってことか。そう、なんか私のその私が今日上がった記事あるじゃないですか、あの48タイムズさんで、あの記事の写真、上がってる写真の方がなんか似てるお母さんに。そう、本人も言った、なんか似てるねってそうそう、
なんかあの写真を見て、あ似てるわってなった。そう今日もね、なんかストレートアイロンで巻いてる。ハートありがとう。そうそうそう、レトロなやつ、そうなんです、ぜひ見てください。そうなんかあれを見てちょっとはい、ぜひ想像してください。お母さんの若い頃の写真見たことある？あ、ある、ある、なんか見たことあるんですけど、うん、なんかそう私が言うのもあれだけどめっちゃ可愛かった、うん、すごい可愛かったです。全然私があの顔になりたかったって思う。うん、そうそうそう。ね、いつの高校生くらいの時の写真見たのかな、確か前に。いやー私も似たかった。うん。そうでプロデュースはそんなあのお母さんが今回はプロデュースしてくれました。はい、母親の卒業アルバム、お見たことないな、その両親の卒業アルバムとかそういうのは見たことないな。なんか見たく、ちょっと見たくないな。恥ずかしい。あとあのなんだっけ、あのツイッターにね、ちょうど撮影にまあウィッグをね使ったんですよ。ずっと言いたかったこれ。そう撮影48タイムズさんのあの記事の写真にウィッグをなんかショートカットのウィッグを使ったんですよ。でそれを使ってで今度ダンスをしようって思ってたのね。で今日の記事が出るまでそう言えなかったからずっとあの温めておいたんだけど今日やっと言える、うんうん、そうショートカット似合って可愛かった本当ありがとう。そうであれを使ってちょっとダンスをメイクみたいなのをしようかなって思います今度、うん。そう地雷メイクだっけ、なんだっけ、地雷なんちゃらもやるし、断層もあのメイクもするし、忙しいな。でもさ、なんか断層するときさ結構服装とかも重要じゃん、それなりの服装とか。え、男の人ってどんな服着てるの？どんな服着ればいいんだろう。 T シャツとかでいいのかな、ダンスをするときって。そんなないんだけど。あ、スーツか。おースーツいいかも。でもないよ、スーツないよ。うん、そうそう、なんかどんな服着たらいいか分かんなくて、うん、そうそう私あんまり見ないからさ普段。うん、そうなのよ。あーあーあ、ブレザーね、あるかな。いやあるか、そりゃ高校行ってたもん。そういうことね。あ、服、あ、そっか、があの服着ればいいのか、学校のブレザー。なんかでもスーツっぽい。
ぽくないけど。うん、え、ネクタイね、あるかな家に。あるか、ネクタイはあるわ。ネクタイはあるわ。いいね。でも本当はあれ着たい、あの男の人の制服、学ラン着たいんだけど、学ランはありません。そう、学ラン着てみたいのよね、ぽいじゃん。でもないから仕方ない、なんか合成しようかな。合成しようかな。皆さんは何でしたか、制服。学ランだった、ブレザーだった、どっちだった。ハチマキ、ねじりハチマキ。おお、学ランが多いんですね、やっぱり。え、私服いいね、私服もいいね。でも大変だね、私服か。あ、ブレザーも、ブレザーさんもいますね。いいよね、どっちも。どっちもいいと思う。うん、学ランね。なんかさ、よくあるじゃん、卒業式に。なんか、第二ボタンみたいな。私、あんなの見たことないんだけど。なんか、ドラマみたいな。シーン一回も見たことないよ、現実で。第二ボタンくださいみたいな、全然見たことない。あるのあれ本当に。いや、ないない、あれはね、見たことないよ。あげたの、あげた、う、いいねいいね、あげたんだ、後輩ちゃんかな、後輩だよね、そうだよね。へえ、今でもあるのかな、わかんないな。うん。私にあげるように残して。ボタンね。ありが、じゃあ、ありがたく受け取るわ。ボタン全部つけたままで卒業。いや、そうよね。うん、あ、でもね、あれはあったわ、なんか名札つけるのよ、制服に、制服に名札つけてて、で名札くださいみたいなのならあったな、うん、なんか中学の頃ね、うん、後輩にね言われた、名札くださいって。ああ、私あげた方ね。もらわないよ、誰からも。うん、その札あげた気がする、あげたかな、うん、わかんない、覚えてないな、多分あげた。そう、名札くださいって言われた、名札って思ったけど、これいるのみたいな。あ、じゃあ、はい、みたいな感じ。うん、そう、あの女の子ね、ちなみに。うん、男の子じゃないんだな。そうそう、名札さ、え、何使うんだろうって思いつつ、でもせっかく言ってくれたから。あげた、うん、今でも持ってたらお高い。いや、そんな今でもあるかな。プレミア。そんなことないよ。ね。あとさ、なんか学年ごとでさ、あの名札、違う、体操着なんだけど、あ、待って、テロップ来た、その前に。あ、いや、46だ、今日46。Yay!
いや今日ね聞いて、さっきおしめん様がショールームをしてて、いやもう可愛かった、可愛かった、もうびっくりした、もう可愛い、本当に可愛い、もうねコメントしちゃいそうだった、しなかったけど、メール来たでしょ、で興奮してた時に送ったやつだからいや見たよ、もうねじっくり見た、めっちゃスクショした。でもあれ難しいんだねスクショって、なんかいつもさ皆様がスクショしてくださるじゃない、そうでさ、いつも結構まあ半目、たまに半目とかあるけどさでも結構大体なんかうまくそう写し、なんか撮れてるじゃないですか、撮っていただいてるんですよ皆様上手に。いやあれ結構難しいんですね、私ねスクショいっぱいしたんですけどうまくね撮れなかったの。半目は消してくれてるのね、優しいね。そう私よく動くからね、そうそう、そうだから私も厳選した今日だから、まあカメラロールがね潤った。だから今度からもう学んだ、私はスクショタイムもう微動だにしないしようって、まばたきもって思った。かっこいい、ありがとう、すごい今日かっこいいが多いなありがとうございます。そうだから私はスクショタイムに優しい女になるわうん、いやついに発売まで残り2日ですね、シャーベットピンク、あさってにはねもう発売っていう、すごいよ。だってさ、いろんななんか本屋さんとか CD ショップさんとか行くと、そうあるの NGT48 っていうなんか予約受付みたいなのが、まあ、いろんなアーティストさん、アーティストさんに並んで NGT48 っていうねのがあって、あとなんかジャケット写真とかもあるんですよ。それ見てもう嬉しくて自分がいるから嬉しくてね、絶対写真撮っちゃうんだよね、怪しい人だよねこう NGT カシャカシャカシャみたいなうん、嬉しいです。ね、いろんなとこにあってすごい嬉しいです本当に、発売がうん待ち遠しいね、みんな撮ってるのかよかったいつもさ私一人だけさこうじーって見てさ、マスクの中でニヤニヤしたからこう、うん撮ってるうん、大丈夫です、撮影の許可取ってますから、ちゃんと聞いて、撮影禁止のとこでは撮ってないですよ。そう今コメントできてたから本人様、いやーね分かんないんですよ、分かんないもんですよきっと。うん、ラブラの看板変わってた、ラブラの看板、ラブラの看板、おおおっきいやつ、
変わってたの？わあ、嬉しい。そうなんだ。そうなの？さっき。そう。ついに嬉しい。そうなんだ。初耳。嬉しいね。見たい。うん、楽しみだ。うん、すごいね、大きいですもんね、あの看板。そうなのか、嬉しいですね。そうだから、まあ今は行けないので、行けないっていうか、うん、今はねあれなので、ちゃんと落ち着いたらゆっくり見に行きます、じーって。うん、そう、超大きいよね、すごいあれ。うん、楽しみ、嬉しいですね、そうやって。本当に最近ね行ってないわ全然。うん、あれ劇場とかはあれだけど、お買い物とかしてないからさ、分からない。またあのいろいろ変わってるかも、新潟が。うん、ね、嬉しいね本当に。なんかなんだ、ミュージックビデオの撮影地とかに、あのね、なんていうの、聖地巡礼っていうのしてくださってる方もいて、すごいなんか実感します、本当にミュージックビデオ撮影できたんだみたいな。うん、あ、時間ありがとう。うん、あね、NGT48 物語のポスターもね、飾っていただいたみたいで、すごいなんか街中にこうやってなんか NGT48 の、うん、ポスターとか看板とかすごく嬉しいですね。そう、なんかぜひそれでもっとね NGT48 のことを知っていただけたらいいなって思います。すごい嬉しいですね。うん、そうだからね、私もなんかもっと次はね、もっともっとたくさんのなんかメディアさんとか取材とか受けたいなって思いました。受けてみたいなって。番組とかね、ラジオとか、次こそは。うん、ほんと頑張ります。そうそう、だからそうね、メールの返信とかそう読んでてね、すごいなんか元気出たし、すごいね励ましてくださって、皆様が本当にありがとうございます。そう、朝からね今日ずっと返信読んでてね、うるうるしてた。そう、なんか絶対ま、なんか今もねずっと応援してくださる方はいるんだなって改めて思って、そう、私がさ、こんなネガティブ女なのに、そう、全なんか変わらず応援してくださってて優しいなって。そう、かわいいクマ来た、クマだよねこれ、ありがとうございます、クマ、クマちゃんありがとう、クマタワー、これクマタワー、ありがとうございます。はい、じゃあスクショお願いします。動かない、ありがとうございます。
そうそう、まだまだこれからって言ってくださってありがとう。そう、なんかもうダメなんじゃないかって思っちゃう時があって、そう最近は。だけど徐々にね、気持ちをなんかもう切り替えていますあ、初見さんありがとうございます。あ、そうね、今日暑いね、本当に今日は暑い、今日も暑い、うん、びっくり暑くて。ありがとう本当にもうどうしようかと思った、うん、そう頑張る。そうそう、なんかね、いろいろあのね、なんか他のメンバーとかが取材とかメディアさんとかに出演してて頑張ってて、のを見て、そう私もすごいね刺激を受けます。もっと頑張んないとって。ね、これから頑張ろう。だからね、なんか早くパフォーマンスしたいなっていう気持ちでいっぱいです。うん、ななみちゃんラジオ向いてそう。お、嬉しい。ラジオね、またそう出演させていただきたいですね。すごい楽しくて大好きなので。今日は、あ、そろそろ時間かな、まだか、もうちょっとあった。今日なんかメイク良くないですか自分で言うなって感じ。なんかね、 YouTube、まあ、見てたんですよ、メイクのお勉強として。そしたらなんかオレンジのアイシャドウはなんかね、目を大きく見せてくれるみたいなことを言ってて、あ、そうなのって思って、オレンジ早速塗った単純。そう、オレンジのアイシャドウをね塗ってみた。あとね、チークも塗ってるんだ、ハイライトと。今日はね、うまくいったかも。ウィンク下手くそ。そう、似合ってるよ、ありがとう嬉しい。はい、なのでぜひあのツイッターは今日ツイッターを更新しているので見てください。うん、48タイムズさん、まだ見てない方はぜひ見てくださいそして感想をお待ちしてますから、よろしくです。あのね、ちょっとお母さんにも報告するのでこんなの着てたよって、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はもうこの辺で終わりたいと思います。今日もありがとうございました。じゃあ最後にスクショタイムいきます。止まんなきゃ。ウィンクします、一瞬です、いきます、せーのはずかしい。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もありがとう。また明日も配信するので明日も来てください。近々男装メイクと地雷メイクやるのでお楽しみに。またねー。
すみ、ありがとう、バイバーイ。